青いユニフォーム海星高校のキックオフで試合が始まる。9番の和田亮がこの2人の得点力に期待がかかります。ね、得点奪ってますからね。先制点を奪ったという経緯があります。さあ淵がクリアできるか。まず両チームどのように入り戦えてますか。まあ、両チームともね、ずらしてセカンドボール、ここに反応しているのは海星高校か。セカンドボール開始、短いスローインから左足パクが上げたボール、9番の和田が合わせようとしましたがわずかにキープをします。エゼトベチクです。ありましたがまだあるか。ボールを拾った10番の大沢、はい、そしてセカンドボールへの守備意識が大切だというふうに選手たち話していました。荒木が左足でクロスを上げる。5番の小林がいい形でと言われています。8番の小西慶太郎、さあエゼが、そしてこの7番が土井です。土井が切り込んでクロスを上げようというところでしたが、ディフェンスに当てのシュートはディフェンスの網にかかりました。クロスを上げていいボールだ、ヘディング当てればというところでしたがわずかに及びません。3年生の桜井健介です。ようやく実は戻ってきた選手です。ミッドミルダー6番の鈴木陣也、大浦力が17番、18番山口とサイドバックもからセットプレーです。海星高校のスターティングメンバーご紹介してまいります。 4-2-3-1 のシステム、サイドハーフ10番のパクソンス、左サイドハーフに15番の中村斗也あります。52歳、就任26年目、2度目の全国選手権での心臓、9番のエゼトベチクが一旦ポストです。小西が上げたボールにピッチリポーター、日本海テレビの中野真理アナウンサーに紹介してもらいます。前回出場の時のエースでした。10番を背負っていました。さあここは鹿島学園が水野が切り込んでいこうというところ、繋いでいく9番の和田、これは通れば面白い。さあ短いパスにも、まあ、主導権がないというボールをしっかりと拾うこと、このこと。さあエゼトベチクヘディングシュート、ピットエゼ、これは落とした。海星高校ここはショートコーナー振り返ってシュートを打っていったか。40分ハーフです。80分で決着つかない場合には上空ボールが高くなりますと、中田さん、はい、少し影響があるかもしれませんが、縦につけました。水野を走らせたか。エゼ、エゼトベチク、エゼに合わせてくるという数字です。寺島さん、そのエゼトベチク選手に対して鈴木監督、津村からゴール正面、ボールを持ったのは大沢か。ここは倒れてしまいました。9番のパクに戻します。先ほどいいクロスを上げました。でもいい攻撃ができるようになってきました。できます。高いボールでは分が悪いと見ているか。クロスを上げるヘディング、応援スタンドですけれども、はい、さあここは大沢が持ってシュートを打っていったか。土井が上げたボール、え、さあここは1枚剥がしてドリブルで切り込んでいく。7番の三林です。ボールというすべて左側からのコーナーキックなんですが、海星かなり高く押し上げてますね。クロスを上げる。それから青柳監督が言うその連携という仲の良さの部分というのは何か感じ流れるようなプレーになっています両チームです。ただ両チームまだ得点ありません。今度は荒木がクロスを早めに上げていく。学園です。クロスを上げる、頭を越えていったボールを、そうだね、さあ長いボール、栗村から入ったボール。第99回全国高校サッカー選手権大会の1回戦、年越し寒波が訪れ、先に上げることができるでしょうか。後半が今始まりました。
キャプテンの遠藤、少しジャスの心臓であるその小西と一緒に2人とも同じような立場ですよね。そのためにはどんなことが必要になってきますか。まあ、キャプテンの遠藤がターゲットになることが多いと言いますが、遠藤突破力もある。荒木がクロスを上げる。ヘディングでなんとかクリアボール、1人倒れていますがファウルはありません。シュートを狙っていく、こぼれたところ、まだ背の高い選手がゴール前で待っている状況。キーパーから17番の大浦が蹴ったボール、ハンドという主張ですが、チャンス。鹿島学園、宮へ落としたボール、高いボール落としたボール、セカンドボールに反応、ハンドという声が聞こえていますが、ここは5人が待っている。こぼれたところ、土井のシュート、決まった。先制点、鹿島学園。土井光輝の右足、先制点は鹿島学園高校、茨城県代表。後半10分です。そして鈴木監督もガッツポーズでよしと言っていましたね。そして、はい、しましてその遠征を新3年生の台が右サイドに振って、エゼが落として、かなり影が長くなってきています。はい、そうですね、先ほど得意のドリブルで持ち込んで、9番の和田がシュートを打てるか。シュート、パクが落としたボール、さあここに服部がいた、クロスを上げる、ゴール前シュート、いやこれは惜しい、わずかに三林の。勝負だという声がかかりました。思い切ってシュートを打っていきました。ここも、ま、2年生シュートを打っていったか、頭ですよね。そうですね、そういった仲間たちの思いも、はい、中田さんもそういう思いで戦っていましたか。もちろんそうですね。さあゴール前でシュート、松村ってってことだと思いますね。両チームとも4大会ファーからエゼが落としたボールですが、ここはゴールキックに変わります。先制点の土井、土井光輝です。土井がクロスか、シュートか、わずかにポストの右でした。今どうですか、狙ってしている。大沢シュート、ミドルで打っていきましたが、でした。さあ抜け出して落として、エゼトベチク、そしてさらにシュートは続け、体を張った海星高校のディフェンス、激励に訪れたと。さあ和田がシュートを打てるか、和田がシュート、前線へ押し込みです。もう救ったゴールを決めています。さあ押し込みからのボール、こぼれてシュート、これはエゼトビチクに当たってしまったか。当たってしまいましたかね。で中村君がツートップ気味に入ってると思いますね。さあ和田がホールディング、バトルスとウィンイットバック、and it's played forward. That's a clever work on the flank. Yeah, they seem to be encouraging both fullbacks to ease inside, so we'll keep it. Gabriel Jesus! That has certainly tested the keeper. Gabriel Jesus sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. Aubameyang. Gabriel Jesus, Saka already of course on the score sheet. De Bruyne, it's got through to him, he could be in here. And it's Willian, the referee's had a look.